And I believe, if not anything else, the most basic thing we can do is to pray for this nation. Mm-hmm. And that could be the best thing that we would be, ever be doing. So we will go into time of prayer now. 今からですね、ちょっと祈りの時間を持ちたいと思います。短い祈りの時間なんですが。本当に神が私たちに、ね、ここにいて祈ることを求められています。Brothers and sisters, I am Naoji Ishida from Japan. I am going to pray for Israel and I'm going to pray for specifically two points.2つのポイントについて祈りたいと思います。特にまず1つ目は預言の成就です。God finally fulfilled his prophecy when Israelites cried out to God. 預言はですね、人の行いに関係せずですね、神が設定された時に、まあ、成就するという考え方もあるんですけども、特にですね、出エジプトの時であったら、イスラエルの人たちがですね、こう泣いて神に助けを求めた時にですね、神が動かれたというふうなことがあるので、そういうこと、私たちにも神のですね、計画をこう動かして予言を成就させる力というのがあるというふうに感じます。そしてイスラエルの現状というのはですね、今こう生存することに精一杯なんですけども、それは十分ではありません。諸国民しかりとなることに対してですね、私たちは祈らなければいけません。預言の成就のために祈ります。イスラエルを強くしてください。諸国民の光となるために、そして世界の回復のためになるため、祭司の国として世界中を祝福する役目があるわけですから、王国の祭司として、これ今が預言を成就させる時ですよ。イエスの名によって祈ります。アメン。二つ目のポイントが、兄弟姉妹の間で一致です。一人の新しい人というのはですね、エフェソ書2章のは皆さん聞かれたと思うんですが、私たちはこう一つになるために召されているんです。しかしですね、神学的なですね、解釈によってイスラエルというのが今ですね、こう分裂の理由にもなりつつあるわけです。非常に私たちは気をつけなければいけません。私たちをですね、の間に隔てを作ろうとしているのは私たちの敵だからです。天からの知恵が与えられて、メシアの死体である私たちの間にこう一致が生まれますように。私たちはこう賢くならなければいけません。祈りましょう。今日こうして集めてくださって感謝します。知恵を与えてください。イスラエルは本当にご理解するのが時に難しく、神学的な理解も困難な場合があります。しかし諸国の光であるべきイスラエルは、私たちはイスラエルのを通して一致しなければいけません。イスラエルの、これは人の考えではなく、あなたの知恵です。あなたの魂です。
私たちを一つにしてください。愛を持って。理論ではなく、私たちをこう一つにしてください。知恵を与えてください。この私たちの相違を打ち勝つことができますように、助けてください。イエス、キリストの名によって祈ります。アメン。今からですね、祈りの時を持ちたいと思います。これは、これを軽く思わないでください。正解の中で重要な部分です。ここで私たちは、信仰を行動に移すんです。私たちが今学んだことを実行するんですね。家内にお願いします。短い時間、イスラエルのための祈りを導いてください。Shalom. I'm Lavanya Elchuri from Rob International. I would like to lead us in prayer. 私たち、短い祈りを導きます。ユダヤ人の救いのために。祈りのポイントをスクリーンに上げてます。通訳は同時通訳になりますが、ご理解ください。イスラエルの救いのために祈りましょう。神様の心にあることを御言葉から知って祈りましょう。そうです。クリスチャンはイスラエルのために祈るように召されています。そうです。祈りと取りなしによって彼らに妬みを起こさせるように。神様の心を祈りましょう。スクリーンを見てください。同時通訳になりますが、イザヤの62章1節、シオンのために私は黙っていない。エルサレムのために沈黙はしない。その義が明るく光を放ち、その救いが松明のように燃えるまでは、そうです。これは神様のお心です。イスラエルの救いのために祈りましょう。お父様、国々の民が集まって、へり下って、あなたを礼拝します、イエス様。そうです。あなたの民があなたに戻ることがあなたのお心です。御言葉に書かれています。そうです。福音はユダヤ人をはじめです。ユダヤ人の救いを見たいんです、私たちは。そしてイスラエルと諸国が救われるのを、聖霊様の力強い波が、ユダヤ人の心に臨みますように、正統派ユダヤ人たちも、そうです。また、国々の正統派ユダヤ人も、嘆きの壁で祈っている正統派ユダヤ人たちを救ってください。あなたが開いてください。彼らがトーラを読むときに目を開いてください。また旅をしている人たち、
そうです。無神論のユダヤ人、また世俗的なユダヤ人のためにお祈りいたします。聖霊様、神様の働きをなさってください。私たちは、そうです。それは、叫び以上のものです。嘆き、叫びです。イエシュアによる、イエス様による救いがイスラエルに来ますように、イエス様、御子イエス様によって来ますようにお祈りいたします。宣言する御言葉を読みたいと思います。そうです。宣言の御言葉です。宣言してそれが実現するように宣言しましょう。イザヤ書45章17節。イスラエルは主によって救われ、永遠の救いに入れられる。イスラエルは皆救われる。ローマ書11章22節27節を今お読みしています。The deliverance of the Lord. We proclaim Romans 11:26-27 over Israel. ローマの11章26-27。次にイザヤの60章1節を宣言します。神様の光がイスラエルに来ますように、神の光が来るように、来ますように、そしてイエス様を信じることができるように。そしてイスラエルの上に主の栄光が輝きますように。そして国々が、国々も照らされますように。そうです。あなたの民があなたの元に戻ってきますように。イエシュアのお名前によってお祈りいたします。ありがとう。ありがとう、姉妹。そのままですね、聖霊の中にとどまってください。次はギルバート先生にお祈りしてもらいます。シャローム、ギルバートです。エペソの3章には、福音の奥義について書かれてますが、私たちは異邦人でしたね。異邦人ですね。ですけども、その約束をイスラエルと共に預かれるようになりました。私たちは同じルーツ、同じ親を持っているんですね。イザヤ書51章1節2節、義を追い求める者、主を尋ねる者よ。これは私たちにも語られています。あなた方が切り出された岩、掘り出された穴に目を留めよ。アブラハムを見なさいと。サラのことを考えてみなさい。そうです。彼らが霊的な親ですね。ガラテヤの3章29節には、キリストに属する者は皆、アブラハムの子孫であると。イスラエルのために祈るとき、そのとき私たちは家族のために祈っているんです。3つのことを祈ります。安全のためにですね。イスラエルの安全のために。北からも脅威があります。レバノンからも。レバノンからの攻撃もあるんですね。ヒズボラがロケットを発射します。また南にはハマスがいます。彼らは今ロケットだけじゃなくて風船爆弾も送ってきます。そしてシリア、レバノンも脅威です。そうです。彼らがあなたの家族であるならば祈るべきですね。祈りましょう。神様、父、お父様。
あなたはイスラエルの神です。イスラエルを作って守っておられるお方です。あなたはアブラハムに約束されました。盾となられると。イエス様の名前によってお祈りします。イスラエルを守ってください。彼らの教会を守ってください。攻撃しようとする 人をあなたは 見ておられます。イランはイスラエルを滅ぼすともう明言しています。イエス様、助けてください。イスラエルを見守ってください。守ってください。この攻撃は、物理的な攻撃だけじゃなくて、心理的な攻撃もあって PTSD もあるんですね。戦場に行けない人もロケットによってもうショック受けてるわけです。大きな音がするたびに隠れなきゃいけないので、PTSD になってるんですね。これでイスラエル人のたくさんが苦しんでいます。お父様、お願いします。あなたの翼で癒してください。この民を癒してください。彼らが どのように生きているかご存知です。癒しが流れますようにお願いします。十字架では、あなたは肉体的な痛みだけじゃなくて、心や霊の痛みも取ってくださいました。魂の痛みも取ってくださいました。イスラエルのために健康を宣言いたします。若い人にも子供にも、シェルターに逃げなければならない皆さんのために、サイレンが鳴るたびに、彼らは逃げなければなりません。お父様、イエス様のお名前によって、彼らに癒しを与えてください。心に癒しを、体に、また感情に癒しをお願いします。彼らを癒してください。イエス様のお名前で祈ります。最後に、イスラエルの救いのために祈ります。彼らが父を知るように、また、父が使わされたメシアを知るように、そしてメシアのお名前はイエシュアですね。救いという意味です。ヨハネの17章3節でイエス様は祈られました。これこそが、永遠の命であると。そうです。神父が使わしたメシ、御子を知ることが永遠の命ですね。そうです。彼らがそれを知ることができますように。そうです。イエス様の祈りを私たちも祈りたいと思います。イエス様の祈りを祈ります。イエス様は園で苦しんで祈られました。自分のためではなく、私たち皆のために、ユダヤ人、異邦人のために、あなたを知ることができると、できるようにと、救われる信仰を持つことができるようにと、イエス様は祈ってくださいました。お父様、あなたの御手を伸ばして、あなたの御子をイスラエルに示してください。あなたの御子を示してください。あなたがどれほどイスラエルを愛しておられる方を、愛しておられるかをイスラエルのために示してください。あなたを知ることができるように、あなたを呼び求めることができるように、そして救われますように。大きなリバイバルがイスラエルに来ますように。北から南まで全イスラエルに来ますように、リバイバルが、収穫が来ますように、魂の収穫が、メシアイエス様のお名前によって祈ります。アーメン。お父様ありがとうございます。シャローム。ジョン・ジェイコブ・リーです。イスラエルのための祈りを お導きいたします。2つのポイントです。イスラエルの救いのために、
彼らは今ですね、テシュバーの季節にいます。悔い改めの季節ですね。エルールの月1日からヨムキプールまでの10日間、彼らはこの10日間祈って悔い改めるんですね。このテシュバーの語源はシュバーで、それは帰るという意味なんですが、ではイスラエルはどこに、誰に帰るべきなんでしょうか。もちろん確かにイエス様にですね、イエス様はメシアです、救い主です、そしてイスラエルの王です。そうです、彼らはイエスシュアに帰らなきゃいけないんです。使徒は言いました、この方の他に救いはありません、この女の他に救いはないと、人に与えられてませんと、使徒の4の12ですね。そうです、ユダヤ人は救いが必要なんです。イエス様の名による救いが必要なんです。パウロは言いました、ローマ書の1章の16節で、私は福音を恥としません、福音は神の力です。ユダヤ人をはじめギリシャ人にも、信じるすべての人に救いをもたらす、私たちは伝えなければなりません、福音を、イエス様を、ユダヤ人たちに。次のポイントは、イスラエルの次の世代のために祈らなければいけません。AMF のリーダーたちは、だんだん高齢になっていらっしゃいますね。シュラム先生たちですね。高齢になっています。しかし、後継者がバトンを受け取ると信じます。そして、次の世代を導いてくれると信じます。人々をイエスシュアに導くと。His youth pastors, senior pastor is Yuda Bahana.シュラム先生の教会の新しい主任牧師はユダ先生になりました。彼は、先生はタイに来てくれました。素晴らしい働きをしてくださいました。若いイスラエルのリーダーたちの間に一致があるように、そしてアジアの国々の特に AMF に関わっているリーダーたち、若いリーダーたちに一致があるように、そして新しい一人の人を形成することができるように、イエス様にある身体の一致のために、ユースグループのために祈りましょう。あ、国防軍のためにですね、イスラエル国防軍の若者たちはソーシャルメディアを通して福音を伝えることができます。そして次の世代が整えられるように祈りましょう。天のお父様、ありがとうございます。イスラエルを覚えます。彼らが救われますように、イエス様のお名前によって、メシアのお名前によって、救いの主の名前によって、王のお名前によって、イスラエルの次の世代のために祈ります。彼らがイエス様に出会うことができるように、王としてお迎えすることができますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。主を褒め称えます。祈りの時をですね、ちょっと短い、祈りの時を持ちたいなと思うんですが、
ゴアのですね、牧師先生、プラクスさんと言われる牧師先生に祈りの、をですね、祈りをリードしていただければなと思います。プラクシコレア先生ですね、ゴアの牧師の方になります。Okay. We are all in this EMF prayer, watchmen on the walls of Jerusalem.そうですね、エルサレムの壁の上のですね、見張り人というふうな働きの一部をしているんですが、私たちは。イザヤの52章の7節には、How beautiful upon the mountains are the feet of him that brings good tidings. That publishes peace.That brings tidings of God. そしてこの神の、そしてですね、救いを宣言すると。今私たちはですね、アジアのユダヤ人と異邦人がこう一緒になってですね、メシアというのビリーバーとしてこう祈る時間を持っています。この素晴らしい福音というのを、良い知らせを持って、イスラエルと、そして、諸国民に対して、そしてこの地の果てまでですね、私たちを運ぶ働きというのがあるのです。では祈りましょう。愛する父よ、このですね、あなたが与えられたこの委任使命というのに感謝します。この福音を私たちはこう手に持ち、今、そして、地の果てまでですね、私たちはこう運ぶ役割を得ています。イスラエルから、そしてこの地の果てに、及ぶまで。これがですね、あなたの目的であり、そしてこれがですね、またこれが完遂されなければいけないんです。主の名によって言います。そして、シオンに向かって、神がですね、シオンで王権を持たれ、王になられ、王に即し、私たちがシオンに対して送られ、私たちがイスラエルに対して送られ、これが私たちに与えられたこの使命であり任務です。このユダヤ人と異邦人のビリーバーが一つになり、シオンに対して私たちはこう宣言するんです。彼らに対してこう語りかけます。彼らに対してこう宣言して、あなたの神、イスラエルの神というのは支配しておられると私たちがこう宣言するんです。そして私たちに祈って、シオンよ、オイスラエルよ、そしてイスラエルの士族よ、あなたの神は王として働かれている。そしてその王が言ったことはすべて、完成しなければいけない。これは、イエシュア・マシア、そして預言書にも書かれていることであります。そして、イザヤ書の52章の8節には、The watchmen will...Will lift the voice. 聞け、あなたの見張り人たちが声を張り上げ、共に喜び歌っていると。彼らはこの目にですね、主がシオンに帰れるのを目の当たりに見るからだ。主がシオンに帰られると書かれているんです。私たちはこの日を待ち望んでいます。神がですね、このシオンの元に戻られる。そしてシオンをまたですね、存在させられる。私たちは日本の教会から学びました。彼らはですね、90年以上にわたってイスラエルに対して祈っています。そして、その祈りが聞かれ、48年にイスラエルという国がまた再び生まれたんです。この勝利の後、日本の教会というのは、彼らはまたですね、さらに祈り続けました。
これがですね、シオンにおける、見張りの人たちです。私たちはそれのインドであったり、またアジアの各国というのが祈る必要があります。この AMF のセミナーが終わった後にも、イエシュアが再臨されるまで、シオンに戻られるまで、そして彼のすべての栄光が世界中にされ明らかにされるまで、これが起こるまで、そしてこの目の当たりに皆さんがするまで、私たちはですね、シオンの見張り人でなければいけないんです。そして彼らがイエシュアの栄光を目の当たりにし、イスラエルでそれが明らかになり、シオンの山においてそれが明らかになり、はエルサレムだと。では皆さん祈りましょう。父よ、ありがとうございます。あなたの計画というのが成就されようとしています。イエシュアは戻られ、そして彼の栄光をまたエルサレムに戻ろうとしています。シオンの山に戻ろうとしています。そしてイスラエルすべてが、口で、告白します。彼が帰られたときに告白します。彼らが主の名によって来たる者に祝福があるようにと。私たちはアジアのビリーバーとして、そしてエルサレムの壁のですね、見張る人として、それをですね、今心待ちにしています。私たちの目がですね、イエシュアを見ることになりますように。そしてあなたの栄光をシオンで目の当たりにすりますように。どうぞユダヤ人を救ってください。そして一緒に共に彼らと共に、あなたとと、主の名によって来たるものに祝福がありますようにと共に宣言し、主の名によって来たるものに祝福がありますように。で、これで祈りの時としたいと思います。ありがとうございました。Thank you, Pastor Praxi, for leading us in a wonderful prophetic prayer for Israel. Praxi 先生、祈りを導いていただきました。ありがとうございました。予言的な祈りでしたね。So at this time, we'll go into time of prayer. We'll be praying for Israel. では、祈りの時間に入りたいと思います。イスラエルのために祈りましょう。今、ヨセフ・シュラム先生が言ってくださったように、これが一番大切なことです。祈りの時を持ちましょう。ハレルヤ。Praise the Lord. We cordially invite you all for this blessed God-ordained event in the mighty name of our Savior, Lord Jesus Christ.イエスの名前によってこの大会に感謝を捧げます。2021年ゴアで開催されました。歴史で初めてです。エルサレムの城壁の上の、ウォッチマン、見張り人ですね。がホストをして、アジアの日本、韓国、タイ、いろいろな国々を招いて一緒に開いています。アジアの皆さん、一緒にイスラエルのためにユダヤ人の国家のためにイエスの名によって祈りましょう。1つ目、イエスサレムの
平和のために祈りましょう。それを追い求める者には神からの祝福があります。あなたのあらゆる分野に主の祝福が来ます。イスラエルにすべての、平和が来ますように、イスラエルのすべての人たちの上に祈ります。超自然的な知恵、力、主からの、力をよってどのようにしたらいいか、特に医療関係で働く人たちが知恵を得て、あなたの働きをすることができますように。あなたが癒し主です。あなたが奇跡をすることができます。すべてのパニック、そして混乱がの霊がイエスの名前によって砕かれますように。あなたの霊には、混乱も恐れもありません。イスラエルの、人々があなたからのガイダンス、導きを受けることができますように。そしてすべて事実に基づいたインフォメーションを受け取ることができますように。イエスの名前によって、私たち、人々があなたから聞いて人々の言葉に耳を傾けませんように。イスラエルの人々が特にあなたの真理を聞くことができますように、人々に惑わされることがありませんように。二つ目、イスラエルが神によって守られますように。イスラエルを守る方は眠ることもまどろむこともないと約束されています。天のお父さん、あなたがイスラエルの軍隊の上にありますように、国防軍の上にありますように、どうか思わぬ時に敵の上に破滅が望み、彼らが自ら張った網にかかり破滅に落ちますように。あなたたちは私に悪を企んだが、神がその悪を立ち向かって崩してくださった。主を感謝します。あなたが敵に、打ち勝ってくださること、敵に立ち回ってくださることを、そして私たち、イスラエルをあなたが治めてくださることを、天のお父さん、イスラエルの上にあなたが霊を注いでくださることをありがとうございます。そしてイスラエルの人々、ユダヤの人々を世界中からイスラエルの地に連れ帰ってくださって、あなたの霊を注いでくださることをありがとうございます。見よ、東から西から人々を、私の子供たちを連れ去る。彼らは私たちの、私の、民となると書いてあります。イエスの名前によってこれが実現することを祈ります。アンティセミティズム、反ユダヤ主義が、砕かれますように。そしてイスラエルの人々が
神から与えられた約束のものを受け取って楽しむことができますように。神はユダヤの散らされたものを世界中から連れ戻るとあります。天のお父さん、イスラエルの外に住む家族を連れ帰るとあなたは約束してくれます。リベラルなユダヤ人もあなたのことを理解することができますように。そして、このイスラエル政府が、アリアに対して、十分なサポートをすることができますように。人々が、戻ることができますように。そして、イスラエルに対する反イスラエル的な報道が、収まりますように。真実が報道されますように。アンチセミティズムが、あなたによって砕かれますように。人々の心の目が開いて本当のことを見ることができますように。あなたの光を輝せてください。そしてユダヤ人とクリスチャンがあなたによって一致することができますように。あなたがアジアにこの種をまいてくださったことありがとうございます。特に、世界で働いているこの防衛軍のために祈ります。軍隊の人のために祈ります。彼らを守ってください。イエスの御名によって祈ります。アーメン。主は私たちの祈りを必ず聞いてくださいます。もうすでに主は答え始めてくださっています。どうぞ皆さん、イスラエルを祝福し続けてください。そして神はユダヤ人を通して私たちを祝福してくださいます。この神の決断に、その約束に感謝します。主はアブラハムに言いました。あなたはその地を出て私の約束の地に行きなさい。父の地を捨てて、その地であなたを大いなる国民とする、大いなる国とする、そしてあなたを祝福する、大いなる存在となる。そしてあなたは世界の国々の祝福となる。すべての国の家族はあなたによって祝福されると。次はタイからのレポートです。イスラエルのために祈ります。エルサレムのために祈ります。イザヤ62からですね。エルサレムよ、私は、壁、あなたの城壁の上に見張り人を置くと言われています。神がこの約束を果たすまで、見張り人たちを祈りつきなさいと書いてあります。エルサレムはあなたの場所です。イスラエルはあなたが選んだ場所です。多くの人、すべての人がそれを見ることができますように。今タイから私たちはあなたの言葉が現実になるように祈ります。私たちは決して、この祈りの結果を見ることができる日まで私たちは祈ることをやめません。イエシュアの名前によって祈ります。イスラエルの新しいジェネレーションが立て上げられるために祈ります。コロサイ人の手紙1の9、11からですね。あなたの、知恵によって、知恵が与えられますように。あなたの、霊が与えられますように。
そして多くの実を実らせますように、主の知る知識が増し加わりますように、そしてあなたの力によって、強められますように。天のお父さん、この言葉が、実現しますように、人々があなたが神であることを、知りますように、あなたを知る知識が増し加わりますように、イエシュアが主であるメシアであるということに目が開かれますように、そしてあなたの御心計画を知って、その働きを、果たすことができますように、聖霊によって人々があなたを知ることができますように、あなたの言葉によって、あなたの光によって歩むことができますように。聖なることとあなたが憎む悪と、彼らがその違いを知ることができますように。新しい世代、次の世代が、あなたの力によって、あなたの霊によって新しい実を実らせることが、豊かに実を実らせることができますように、彼らの上にあなたの霊が、あなたの臨在がありますように、そして彼らがあなたの皆を高く上げますように、この新しい世代を強めてください。あなたの手によってで力づけてください。すべての状況に、勝つことができますように、どんな状況にあっても、信仰を捨てることがありませんように、そしてイエシュアを見ることができますように、そしてあなたの約束が、実現するのを期待して、待つことができますように、イエシュアが再び来られる日を、期待して待つことができるように信仰を与えてください。強めてください。タイの皆さん、ありがとうございました。次の祈りです。どのようにイスラエルのために祈るか、皆さんぜひここから学んでください。一緒に祈りましょう。はい、いろんな国から参加してくださっている方、ありがとうございます。フィリピンから祈ります。エゼキエル書から読みたいと思います。34章からですね。36-24、これはスクリーンで見せたいと思います。わ、小さくて見えない。エゼキエルの 34-11、34-12、私は彼らを諸国の民の中から連れ出し、諸国から集めて彼らの土地に導く。私はイスラエルの山々、谷間、また居住地で彼らを養う。私は良い牧草地で彼らを養う。イスラエルの高い山々は彼らの牧場となる。彼らはイスラエルの山々で憩い、良い牧場と肥沃な牧草地で養われる。私が我らの群れを養い、憩わせると主なる神は言われる。私は
失われたものを尋ね求め、追われたものを連れ戻し、傷ついたものを包み、弱まったものを強くする。しかし、肥えたものと強いものとを滅ぼす。次はエゼキエル36の24からですね。And you shall be clean. I will cleanse you from all your filthiness and from all your idols. And I will give you a new heart. 私が清い水をお前たちの上に振りかけるとき、お前たちは清められる。私はあなたたちをすべての汚れとすべての偶像から清める。私はあなたたちに新しい心を与え、あなたたちの中に新しい霊を置く。私はあなたたちの体から石の心を取り除き、肉の心を与える。また私の霊をあなたたちの中に置き、私の手に従って歩ませ、私の裁きを守り行わせる。二つのポイントです。一つは、各国からイスラエル、ユダヤ人が自分の国に戻ってくるように祈りましょう。そして2番目は、イスラエルに住んでいるユダヤ人に神の訪れがあるようにということです。主を感謝します。聖霊様が働いていることを感謝しています。あなたがエゼキエル書で約束してくださった、語ってくださったこの言葉が今実現しつつあることを感謝します。あなたが今世界中からあなたの民を自分の地に連れ戻してくださっています。一度壊れて傷んでしまった者たち、あなたから離れてしまった人たちを、このあなたの約束の地に連れ戻してくださっていることをありがとうございます。彼らがあなたからの語りかけを受けて、自分の国に、あなたの約束の地に帰ることを決心することができますように。あなたが人々を整えてくださっていることを感謝します。この人たちが、イスラエルに戻れることを感謝します。汚れたち、離れた地から、あなたが約束してくださったこの地に帰ることができますから感謝します。それは不可能に思いましたけれども、あなたに不可能はありません。80年前、数字にはそれは不可能でした。しかし、今、あなたはこの国を作ってくださいました。しかし、あなたがこのプロセスを、始めてくださいました。あなたは約束してくださったことを必ず実行する神からだからです。あなたの民を、あなたの民を、あなたの約束の地に戻してください。今、数百万人の人々が、ユダヤ人がロシアから帰ってきていることを私たちは見ています。不可能に見えましたけれども、でも起こっています。あなたは経済的なことも、それ以外の必要なことを全部、整えてくださいます。彼らが戻ることができますよね。そしてあなたの御言葉を感謝します。あなたは彼らを各国から連れ戻した後に清い水を振りかけると約束してくださいました。彼らは、あなたを知らないまま戻ってきますけれども、あなたが、そこで水を振りかけて霊を注いでくださるので、彼らはあなたを知ることができるようになります。そしてあなたはここにシェパード、牧者を約束してくれました。
この傷ついた者が戻ってきたときに彼らを養う、牧者がいることを感謝します。そして戻ってきた人たちがあなた以外に頼ることができない、あなた以外に信頼することができない、あなただけが神であるということを、知ることができますように。私たちはこの祈りによってあなたのご計画に、参加できることを感謝します。あなたの御心、あなたの民に対するあなたの御心を私たちが理解して、祈り続けることができますように、あなたの御言葉に立ってあなたの言葉が実現することを祈り続けることができますように、あなたの皆をたたえイエス様の名前によって祈ります。フィリピンのビューラさん、ありがとうございました。素晴らしい祈りでしたね。今はですね、ユダヤ人のアリア帰還のために祈りたいと思います。ラウニさんにアリアのために祈っていただきます。ハレルヤ。 As time is running, so I'll briefly pray about the regathering of Jewish people. ユダヤ人のイスラエルの帰還のために、再集合のために祈りましょう。アリアのためにですね、帰還のためにですね。ちょっと今聞けなかったんですけども、すいません。そうですね、第2の出エジプトになります。その第2の出エジプトは本当今までなかったような大きな奇跡になります。御言葉の通りに祈りましょう。God himself is bringing them from north country and gathering them from ends of the earth. 神様は北の国、また地の果てからユダヤ人をイスラエルの地に導かれます。その中には目の見えない人も、足のないた人もいます。また身ごもった女もいます。大集団を成して帰ってきます。エレミア31章8節ですね。今と今度はね、私はイスラエルの父だから、あ、9節ですね。主がこれをするのであると。エレミア31章の10節の御言葉を諸国の民が聞かなきゃいけないんですね。10節、イスラエルを散らした方がこれを集め、牧者が群れを飼うようにこれを守られると。この通りにですね、祈りましょう。主はヤコブをあがない、ヤコブより強い者の手からこれを買い戻されたからだ。この通りになるように祈りましょう。また、さまざまな国、もっとさらに多くの国から、城壁の上の見張り人たちが起こされるように祈りましょう。イスラエル人たちがイスラエルに帰れるように祈る。祈り手たちを、そうです。見張り人たちを主が起こしてくださるように祈りましょう。天の父なる神様、私たちは国々から集まって、
イエス様の御名によって、宣言します。あなたの御国が来ますように、あなたの御言葉にありますように祈ります。イエス様、あなたの民を連れ帰ってください。ユダヤ人の最終号は国々はそれを待っています。そしてイエス様が帰ってこられるのを待っています。しかしあなたの民がイエス様をお迎えするしないとイエス様は帰ってこられません。歓迎するまで、そうです、イスラエル人がたちがイエス様をお迎えしないといけないんです。一人も残ることなくユダヤ人が国に帰ることができますように。そうです、あなたの民が帰ってこられるように助けてください。宣言いたします。帰らせてください。印やあなたの奇跡によってイエス様、そうです、あなたの新鮮な波を起こしてください。そうです、泣いたり踊ったりして帰ってくることができるように、生きておられるイスラエルの神様、メシアであるイエス様、あなたにお祈りします。どうぞもっとさらに多くの城壁の見張り人が起こしてください。今参加している国々から、新鮮な油、聖霊様の油注ぎを与えてください。見張り人たちに、イザヤ書の62章の 6節のように、彼らが叫ぶことができるようにしてください。夜も昼も祈ることができるように、62章6節ですね、イザヤ。そうです、主がエルサレムを固く立ててくださるまで、どうぞ見張り人たちに、油注ぎを与えてください。そうです、あなたの天の王座から来る油注ぎによって祈れるように、今参加者が全員が新しい油注ぎを受けて立ち上がることができるように、そして情熱を持って祈ることができるように、イスラエルのために立って取りなすことができるように、また新鮮な啓示を受けることができるように、御子なるイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。Okay, praise God. We want to, 神様を褒めたたえます。